対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティーがサーナイト、カビゴン、アシレーヌ、ミミッキュ、パルシェン、リザードンということで、コジョンドがまあまあ刺さってますね。コジョンド、エンペルトまで確定かな。で、リザードンが持ってるのでプテラ。エンペルト相手のパルシェン完封できるので悪くない。コジョンド相手のカビゴンを倒しに行く。これでいいかな。サーナイトがちょっと重たいっちゃ重たいかもしんないけど、ただプテラだったら絶対上取れるので、これでいきますか。はい。よろしくお願いします。コジョンドから入る。相手は何が来ても大事で猫魂はず。サーナイトがこれで猫魂でいいですね。トレース。再生力トレース。あんま関係ない。再生力ってどうなんだ、トレースした場合って。これ引っ込めてからさ、発動する特性じゃん。どうなんですかね、ここは猫魂で。メガサナかな、メガ進化はしてこない。一応スカーフの可能性があるんで、ここ引きますか、エンペルトに。うん。まあ、タスキなんで一発耐えるっちゃ耐えるんですけど、タスキ残した方が絶対いいので、どう考えても。トリックルーム、あーでもこれ逆にエンペルトが活躍するんじゃないこれは逆にそうなのでは。トリルで誰が活躍するんだろう、相手。でも多分アシリエヌだよな。ここはラスターカノンで。ラスカノンでワンパンできないとき、いやでもまあしゃないしゃない、これは。打つしかない。あー聞いた聞いた、これ置き土産だよな、多分。あーだよね、ちょっと厄介っちゃ厄介だぞ。とは言っても1回引けばいいからな。猫魂でトリルドのターン稼ぎはできるし、アシリエーヌ出してきたら、でもアシリエーヌ出してくるか、エンペルトにわざわざ。あ、カビゴンか、それは別に。呪いとかあの辺ですよね。で、猫魂で時間稼ぎ自体できるので、あともしタスキがあるからね、一応普通に殴ってくるは多分ないと思うんだけどな。あら大工か。あ、それは全然構わないや。こっちサスキなんで、さっきも言ったように。何回も言ってんだ、サスキなんでって話を。で、猫魂で時間稼ぎつつって感じでいきますか。火力がどんなに上がっても関係ない。ここは、猫魂で。ほい。サスキ変えてきてよかった。さっきまで弾だったんですけどね。で、トリルガーと行ったんだよね。だからここで膝打って、下から膝打って、上から膝打ってで、カビゴン倒せるから問題ないですね。自信関係ねえぜ。いいね、コジョンド弾のやつ買ってて、弾も悪くなかったんだけど、やっぱちょっと行動保証が欲しいなって、タスキにしたんですよね。そう考えるとあれだな、再生力は微妙だな。あの捨て身のがいいかもしれませんね。捨て身って特性、この膝にも乗るんで、一応元に戻った。これはどうでもいい。これトンボでいいよな。トンボで落としてプテラ出せばいいよね。一応あの猫魂打つ仕事があるから、ここで変に突っ張らずに引いた方がいい気がする。パルシアは別にどんだけ頑張って積んできても、エンペルトで完封できるから、あいつは。だからここはプテラから入ればいいですね。うん、最後リザードの場合にもこいつの、あの、なんだろう、コジョンドの猫魂が多分生きてくるので、リザードの場合なんか特に。ここはこれでいいはず。ミミッキュ、あ、ミミッキュか。あ、だったらあんま関係なかったな。ミミッキュか。あ、でもまあ大体いけそうですね、ここはアイヘレ。うちのパーティー今回結構ミミッキュが強いんですよね。ミミッキュの上取りつつ、バスグ乗せるプテラに鋼が2枚いるので、今回結構ミミッキーに強みですね。ライアンヘッド、ひるんだら勝ち。ひるまなくても大体いけるはず。で、化けの皮入りやって、じゃれつく。あ、普通殴ってきた。でもそれじゃ全部落ちないですよ。じゃれつくの先打ちで落ちなくなかった、キプテラって。あ、弾なんだ。弾なら落ちるかもしんないけど、まあ裏がエンペルトなんでね、これは負けることはないですね。ここはアイアンヘッドで駆け打ち。弾だと落ちるかもしんないな、どうだろう。あー落ちるんだ、強。ただ弾ってことは Z 技がないのでね、エンペルトに、エンペルトワンパンすることは不可能なはず。だからここはエンペルトのラスカノ Z で飛ばして勝ちですね。ラスカノでも落ちると思うけど、一応なんか HA とかの可能性も想定して確実に落とせるように Z 技を切ります。遅延とか言わないでください。
念には念をしての行動なので遅延とは言わないでください。本当にお願いします。研磨いい、あ、ワンちゃん取りに来ましたね。ただこっち Z 技なので絶対に耐えることは不可能。はい、対戦ありがとうございました。よし、よくやってくれた。はい、ありありのあり。はい、対戦相手の型が見つかりました。相手のパーティーがジャローダ、ルカリオ、月光が、ポリゴン Z、シャンデラ、リザードンということで、これはコジョンドが結構刺さってそうだな。刺さってるか、コジョンド。まあ刺さってなくはないですね、コジョンド。あー、でもあれか、ルカリオがいいのか、ルカリオ厄介だな。古城エンペプテラか、リザかプテラ。ルカリオ考えるとラティが、リザじゃねえ、ラティかプテラなんだけど、どっちだ俺。いやでもリザを考えたらプテラかな、一回積まれる展開を考えたら。プテラの地震ってカリオ落ちないからな。落ちないけどエンペのそのアクジェとかほとんど猫が入れば多分落ちるので、それを狙っていくしかない。はい、対戦よろしくお願いします。ジャロダから来た、まあ悪くはないですね。ゴツメジャロダだとちょっとめんどくさいけど、ここは猫騙しで、ゴツメジャロダの可能性あるはあんのかね。どうだろうか、壁っぽいよな、なんとなく裏のポケモン的に。コツメではないで、ここを睨み食らうかもしれませんが、トンボ狩りですね。タスキが残ればとりあえずいいので、タスキが残ってればあのルカリオストッパーになるから、こいつ睨み、これは最悪 OK で、トンボからプテラ出せばジャローダーにね、このなんだろうな、睨み以外の仕事されずにジャローダーを倒すことができるので、このプリングはそんなに悪くないはずで、ここはプテラ、プテラはジャロダより早いんでね。でコジョンドンの助けも残ったので、ルカリは最悪倒せますね。氷の牙打つ必要ないよな、アイヘで十分だよね。うん、アイアンヘッドで落ちなかったら笑うしかない。でもな、硬い爪乗るしな、落ちるっしょさすがに。まあ落ちなかったらひるませればいいから問題ございません。ダイアンヘッド、でジャロダ無償突破じゃないけど楽々突破で、メガワークのリザードンとプテラ両方とも上から叩くことができるので、そんなに悪くないですね。月光がか、一番微妙なやつが来たな。でここ飛んでくるとしたら水技のはずなので、エンペルトに引きます。エンペは月光がまた大体半減以下でもされられるので、悪波以外は大体あれかな、半減以下かな。レイビー氷技、草技、あ、草技は遠吠えだけど多分大して入んないので、まあ、こいつがよく持ってる水技と氷技は両方とも半減以下にできますね。悪技の場合だけは厄介だけど、レイビー OK、 これは4分の1なんでね、全然入りませぬ。これルカリオバックの可能性あるよな一応。一旦熱湯にしとくか、相手と草むす、ね、あ、相手も熱湯か、これはまあ鋼技読みでしょうね。熱湯での殴り合いになるけど、ただ多分こっちが勝つはず、熱湯での殴り合いだったら。熱湯を、はい、次は Z でいいですね。焼けた。まあずるいけど月光がもともと物理型じゃないんであんま関係ないですね。ダメージ的には次の Z で落ちるはずなので、この焼けとは全く関係ないです。でここは超絶螺旋電撃、またまた水御三家に勝ってしまうか、エンペルト。やっぱ最強の水御三家エンペルトだわ。この間アシリエルにも後足から勝ったし、今回もね、この月光に後足から勝ってみせるので、水御三家最強はやっぱりエンペルトで決まりですね。くらえ。タイプ相性なんか関係ないぜ。よーし、粉砕。で、ラスト一匹ですね。ルカリオだったら、コジョンドがバグんなければ勝ち。リザの場合もまあ1枚されても一応プテラが抜けるっちゃ抜けるから、まあ、同速だけど、ルカリオカだったらまあほとんどがバグんなければ勝ちですね。一応悪事押せばいいよな。素直に殴ってくるんであれば悪事からのプテラの地震で倒せるかもしれないんで、ほとんどに頼らずとも勝てるかもしれないから、ここは悪事でいい。
た相手は、あ、もちろん先か、クジェ先制技打ってないから剣舞か普通に殴っていくかどっちかですね。自信持ちか。あー、ただこの HP は自信で落ちないかもな。なんとも言えませんが、バレパンじゃ多分落ちないので、さすがに HP 満タンだし落ちないよね。自信ってことは多分インファバレパン自信剣舞だよな。あの上から身がリードされて膝すかされるときも嫌なので、まあ、ここはプテラからでいいですね。でプテラから入って自信、あーバレパン持って耐えると思うけどな、さすがにハッサムのバレパンに火力ないし耐えますよね。で自信落とせればいいけど、まあ落とせなくてもなんとかなるっちゃなんとかなる。オッケー、対戦ありがとうございました。全部のポケモンが活躍してくれたな。対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティーがイバッパレス、シビルドン、ミミッキュ、月光がリザードン、カップテテフということで、イバパレスがな、鬱陶しいけど、コジョンドでなんだかなるか、一応、頑丈は潰しに行けますね。初手コジョンドは悪くないですね。猫魂の刺さりが結構いいのと、苦手なミミッキュには、トンボから逃げていけるから、コジョンドから入りますか。コジョエンペが確定、コジョエンペプテラかな、なんかこのパーティーの基本センスになりつつあるな、この並びが。これでいきましょう。はい、よろしくお願いします。でコジョンドから入ります。リザードン、ああまあ悪くないですね。これ猫魂から入ったらリザードン検定もできるん でコジョンドはリザードンにそんな弱くない、 S 勝ってるし。ここは、まずは猫魂、タスキもあるのでリザードンには大体勝てるはずですね。あ、ただニトロチャージの場合はあれか、タスキ潰されちゃうからな。 X、 はい、また猫魂からの膝でいいかな。リュウマイ型の場合は一方的に勝てるまであるし、一方的とは言わんけど、まあ、勝てる可能性ありますし。猫魂、ここでミッキーに控えたらめんどくさいけど、まあ、そこはもう諦めるしかないですね。トンボじゃ、あ、トンボしちゃった、間違えた。いや、トンボでもいいや、これ助け残したと考えればトンボでもいいか。これはあのプテラを出せばニトロチャージとか食らっても抜ける可能性あるから、最速だとしてもね。そんな悪くないか、このプレイングは。うん、そんな悪くない、よく考えたら。やっちまったと思って、フレアドライブ、オッケー。これ半減ですからね。いや、本当になんか、そんな、めっちゃ入るじゃん、こんな入んの、やば。もう死んでいいよな。誰にする必要ってある、死んでいいよね。リザードン残してること多分ないだろうな。プテラにもコジョンドにも S 負けてますからね。あー、ただニミッキのことを考え引いてきた。誰に月光が、あー、なるほどね。まあ、それは別にいいぞ。うん、月光がどうせなだれじゃ多分落ちなかったし、死んでいいですね。で手裏剣では多分縛りに来た感じか。だからここ自信、まあまあのダメージ、エンペルトに引けばいいやな。コジョンドでもいいか、あー、コジョでもいいが、エンペの場合はリザが跳ね休みとかある場合にワンチャンされる可能性あるから、ここはコジョンドでいいか。猫魂でも多分縛れるはずで、コジョンドはこれタスキなんですけど、再生力があるタスキを、なんだろうな、 SP 削られた後でもタスキが復活する可能性あるんですよね。そこが強いところ、こいつの。まあ、本当は弾にしてたから再生力なんですけど、捨て身でもいいかもな。でもこの方だったらやっぱ膝の火力が出るようになりますからね。ここは猫魂で引いてきた。あれ、ミミッキュ、あ、なるほどね。だが関係ねえ、こいつは戦場を縦横無尽に走り回る身軽な、なんだろう、猫ですね。猫なのかこいつって。コジョンドって猫ですか、わかんない。でもなんか猫っぽい、猫なのかな。まあ猫ということにしてください。猫です。でここは、エンペルトですね。だから剣舞 Z の場合がちょっとまずいっちゃまずいんだよな。じゃあですか、オッケー、これは半減なんでいいね。この
エンペプテラコジョンド完全に機能してますね。ここも Z 切っていいよな、超絶ラス電撃。ここは切っていきます。引いてきた。リザで受ける気か。あーなるほど、ただリザも受かんないでしょ。もう体力は悪事があるんでね、こっちは。で全力の Z 技、いいね、強いぞ。まあ、エンベルト C も高いし普通に使いやすいですね。タイプがすげえ優秀だからな。で月光河から来ると思うんですけど、月光河をエンペル倒さなきゃきついかもしれませんね。いやでもこれ普通にきついか。いやミミッキの影打ちでエンペが落ちなかったら問題ないんだけど、あミミックから来た。おお、まあ、それは別にいいけどな。ここはじゃあラスター研磨する気か、それか Z か。研磨してきたらだってでもあれだよね、ラスカノからの悪事で多分倒せるから問題ない気はする。あの HP のプテラがミミッキの鍵打ち耐えるか。ああ Z か。まあ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 鍵打ち耐えるんだったら問題ない。フェアリー Z 絶対落ちないだろ。これは半期なんで当然耐えると OK で、ラスターカノン多分落ちないけどいいとこまで削れるはず。あ落ちるんだ、強っ。エンペめちゃめちゃ強いじゃんこいつ。で、あとはあの月光河に悪事入れて、で、あのコジョンドの猫魂で勝ちのはずなので、この試合もらったはず。ここはアクアジェットで悪事打たない理由はないんでね、まあ、眠る月光河とかの場合まずいけど、そんなポケモン存在しない。悪の波動、あ、悪波持ってるタイプなんだ、珍しいぞ最近だと。でコジョンドは猫で仮に落ちなくても一回引っ込めてもう一回猫を押せばいいので、でここが猫魂でこの試合もらいましたね。こういう猫魂バチコーン、落ちなくても問題ありません。でここでプテラに引いて、でこれプテラに引いたことによって再生力がもう一回発動してタスキが復活するんじゃないか。すげえなこのコジョンドの特性と噛み合いが。こんなおしゃれなポケモンいるか、波乗り。はい、関係ない、ない。てか猫魂思った以上に入りませんでしたね。さっき月光河にドヤ顔で投げたけど、でもこれタスキが復活してるんですよ。まあ、今回はあんま関係ないけど、これが多分生きる場面ってのがあると思うんですよね今後に。だからね結構このポケモンは可能性感じますね。ここは猫魂で勝つと、はい、では対戦ありがとうございました。